ジュリオ・アレイにはイタリア出身のイエズス会の宣教師。民末の中国で宣教活動を行い、多数の著書がある。中国名はモグサ・ジュリアク。アレイには北イタリアのブレッシャに生まれた。1600年にイエズス会に入会し、グレゴリアン大学でクリストファー・クラビウスに学んだ。ゴア経由で1610年にマカオに至り、そこで数学を教えながら、 中国に潜入する機会を伺った。1613年に中国に入り、北京で助皇家の治療を得て、各地で布教活動を行った。1625年からは、福建省で布教した。1638年に、キリスト教排撃事件が起きたために、マカオに引き上げたが、後に再び福建に戻った。1646年に、 清氏が福建に侵入したため、アレイには復讐から逃れ、延平で1649年に没した。天使公、おいでぞ教会アレイには中国語で大量の書物を表した。なお、聖学本、職法外記は、リノモによる草書、天学発箱に収められる。職法外記は、キリスト教近況の関係で、江戸時代の日本で印刷されることはなかったが、 多数の写本が残り、西川条件、増補改通商工をはじめとして、江戸時代の世界地理学に大きな影響を及ぼした。宮間論学期は平田篤種の進学に影響を与えた。聖学本は蘭学者の桂川はじめ県に授容されたが、健はじめ県は理学を自然学に限定して考えていた。ありがとうございます。